出演の6人中3組が明日の本選に駒を進めていらっしゃいます。
はい、福岡コンピューターの皆さんです。3人でございますからね、輝きしてはい、はい、じゃあ明日はどっかお休憩ステージがあったのか昔のやつをね、やってますんでよろしくお願いします。はい、そしてもう一チームですね、大分大丸ラッパ社です。はい、昨年はですね、お手に進んで、そして3位だったんですけどね、今年はちょっと残念でした。来年また頑張りましょう。頑張ります。よろしくお願いします。はい、この5チーム15人で進めてまいります。九州チームの演奏でございますね、パフォーマンスですね、先ほど司会の方からご紹介ありました、チンとって振り返る戦後日本映画と歌謡曲、もう録画したいぐらいですね、これはね、ほんとのものですね。それでは始めてまいります。まあ、戦後の日本映画というのはですね、皆さんの娯楽の中心でございまして、たくさんの映画が作られております。今でも作られてますけど、その中からたくさんの流行歌が生まれております。皆さんもよくご存知、皆さんの思い出の歌があると思います。最初はですね、昭和20年代戦後すぐ、青い山脈という映画がありました。見られましたか。原節子さんが女性の若い教師、女学校の先生で、まあ、戦後の恋愛観について、ね、古い関心と新しい戦後の恋愛観についてというテーマの群像劇で、石坂洋次郎さんが原作でね、池部裕郎さんが出てましたですよね。さあ、このじゃあ青い山脈、はい、大ヒットいたしました。青い山脈をお聴きください、ね。
その時間帯に銭湯の女湯から人が消えたとまで言われた大人気ドラマでございましたね。東京築山市、東京大空襲の日名前も聞かずに別れた跡宮春樹と宇治江真知子がその半年後に会う約束をするんですよ。こんな感じじゃ真知子はね、有名です。佐々木健二さんって ね、お若い方には中井貴一さんのお父さんだったのか通りが早いかもしれません。お若い方にもなんかそれもね、それももう若いってことですね。はい、それでは大ヒット映画「君の名は」、ナレーションからやりますからね。おあれね、いますよ。忘却とは忘れ去ることだ。忘れ得るして忘却を打ち込む心の話だ。
第一大学ですから第一に行かなくていいんですよ。東大を守らなきゃいけないんですよ。ところが当時ね、戦争しておりましたアメリカ軍はですね、そのことをちゃんと知っておりますから、もう東大を狙って空襲をかけるわけです。そうすると、佐田刑事の仲間がですね、まあ、亡くなっていったり、いろいろ大変な時代を過ぎて戦後になるというね、そういうのドラマでございました。それでは、喜びも悲しみに行くとして、それでは参りましょう。喜びも悲しみも行くとして
ます、ね、このステージだけのために衣装も変わってるんですよ、いろいろと、ね、もう我々がいかにこのステージに力を入れているかお分かりかと思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、で先ほどね、歌う映画スター、まあ、ソラリバリアもそうなんですけどもね、もうこれはもうね、素晴らしく有名な方、かっこいい男性がおりましてね、もう兄さんがね、ちょうどちょっと前まで一番の一点問題でいろいろと言っておりました石原裕次郎さん、ね、石原裕次郎さんと言ってなんかちょっとイメージ違う人で見たんじゃないかなって思われますけどね、石原裕次郎なんですよ、この人が、ね、今日は裕次郎なんですよ、はい、石原裕次郎さんはね、もう活の映画のもう大スターでございます。映画もたくさんヒットしております、歌もたくさんヒットしております。でその中で、まあ、とりわけ歌が有名になって、そして映画の中でもね、バンドマンの役をやった映画でございました、嵐を呼ぶ男でございます。昔はね、音楽をやってたモテたんですよ。だからこの映画の中でもう優勝も大人気でね、そんで昔はお店に行きますと生バンドがありました。カラオケなんかない時代でございますから、生バンドでドラムが入りまして叩きますと、こっちのドラムがいいからって言って向こうの店からもっと給料を出すから響きがという時代でございました。それでまあ裕次郎のドラマーとしての人気を得たんだ、他のお店のドラマーですね、ドラム対決をしようというわけですよ。でドラム対決となるんですけども、なんとその直前に、前の日に裕次郎が指を怪我するわけですね、喧嘩で、ね、それで裕次郎はドラム大会の時に叩けないわけですよ。ダカダカダカって叩いたらうっこう、もう全然叩けなくなるんです。で叩けなくなっても窮地に追い込まれた時にマイクを引き寄せて歌を歌うんですね。で歌を歌うと会場がわーって盛り上がって急に裕次郎がもう勝ちになるんですけども、ドラム対決だったのに結局、歌を歌って勝つっていうのはどういうことなんだと私は子供の前に思ったもんでしたねえ。それでもね、やっぱりこの映画に人間としてね、いろんな人が後々リメイクしております。でもやっぱり裕次郎が一番いいです ね、 ねということで、あなた裕次郎ですから頑張ってくださいよ。はい、ついに皆さんにいらっしゃいます。いや、バンドの裕次郎はこのぐらいで最近ですよね。マイクでこのぐらいセーブケースのほらもうこのぐらいになってますね、なってましたね、はい。それでそのドラムの部分ですね、コンペイトもですね、川端さんに叩いてます。皆様、はい、ありがとうございます。それでは、ドラムを呼んでございます。嵐を呼ぶ男、行きましょう。
まあ、ひまりさんも52歳で、ゆうじょうさんも52歳で、まあ生きていらっしゃったらもう80歳くらいになるんですよね。もっともっといい映画に出られたことだと思います。さてですね、このゆうじょうがやっぱり2カ月からやっぱりこんな感じで入荷したりね、もうちょっとこう不良なわけですよ。ところがこれに引き換え、同じ男性が出る映画でも少子の映画ですよね。本当に印象に熱い、そんな男が出る映画がありました。48作も作られたシリーズ、男はつらいよでございます、男はつらいよテーマですね。じゃあ同じように中田君に歌ってもらいましたけどですね、今回はですね、ここにですね、ビーダマンこの直美さんに踊りを披露していただきました。はい、それではいいですかね。まあでも男はつらいもね、結構正直にしては勝手な方でございましてね、なかなか芝生に帰らないもんですよね。もう桜が心配して、でもお姉ちゃん悪くないのよ、いつもカバー桜で、でもそこに佐藤貸しのがブル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 、そういうやり取り、もう芝生の人のやり取りがずっと続いておりますね。もうそんな感じの映画でそんな感じの映画でもないですね。ざっくりと、はい、それではね、行きましょうか。男はつらいよ、
人情の話でございますけどもですね、これとまた対照的にですね、東宝の映画若大将シリーズですね。若大将シリーズというのはこれが加山雄三さんの主演でございまして、で、まあ、大学生スポーツマンの歌もないしギターも弾く若大将はモテモテなんですけども、まあ、そこにこう毎回毎回の星由里子さん、スミちゃんですね、星由里子さんといい仲になりそうで、でもなんか星由里子さんがちょっと誤解して、もう優位者、優位者ですね、若大将ね、優位者なんか嫌いよ。そうすると若大将はちょっとしょげるんですけども、でも大事なスポーツの試合が待ってるんで、そこに行かなきゃいけないんですけど、でもそのスポーツの試合の日になぜか人助けかなんかしちゃったりして、試合に間に合わないんですよ。で間に合わない、でも若大将抜きで知らせるけどなかなか勝てなくて、全然もうボロ負けしてます、転んじゃって、やっと若大将が駆けつけてきて、で駆けつけてきて、そこでスタンドから星由里子さんが「ゆうちゃん好きよ大好きよ」って言うと、若大将が「よし!」って言って頑張って、もういきなり逆転して、もう頑張ってとか取っちゃって、もうあんなに負けそうだった試合がひっくり返って若大将の勝ってしまうね。全部そんな映画でしたね。まあそんな感じです。大体同じような話なんですね。加山雄三さんもでももう本当にあの方もね、歌をたくさん作っておりましてね、もう一曲がいっぱいあります。でも行動進行は全部同じなんですよね。大体同じ行動進行で、やはり若大将はちょっと私がやります。うわぁ、あ、わかりまいったなぁ。わかりまいったなぁ。はい、よし、ここはスミちゃんが好きなんだなぁ。でもそれは言えないんだなぁ、まいった。じゃあ行きましょう。かやまいの話となる。歌はですね、夜空の星。おぉ、いいですね。年齢がぴったりですね。じゃあ、夜空の星やりましょう。
もうテレビがどん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 台頭してきまして、映画が社用作業になってくるわけです。映画を見に行く人が減っていくわけですね。それであの日本映画もね、あのまあ、さっきから私あの映画会社の名前言ってますけど、あの東宝と東映と日活と松竹と大映と、あとまあ新東宝とかいろいろあったんですけどですね、もうそういう中がですね、大映が倒産してしまうわけですよ。ねえ、それでまああれだけ優勢を誇った映画がですね、なかなかうまくいかなくなりましたけどもですね、ここに来てですね、その大映をですね、角川映画、角川書店買収したんです。そこで角川大映というね、角川映画というかね、昭和50年代できました。そこでそこから出てきたヒロインが薬師丸ひろ子、薬師丸ひろ子映画で歌も大ヒットしたといえば、もうこれしかありません。セーラー服の期間中でございますが、この映画もね、あの小さな国を任された女子高生の薬師丸ひろ子が最後にね、こんなシーンがありまして、その進化を再現してみたいと思います。それでは薬師丸ひろ子さん、お願いいたします。Thank you.
川ちゃんさんでございました。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、昭和20年代から昭和50年代まで日本映画を振り返ってまいりました。もうこの後はないですよ。もうこれ以上新しい映画もうね、なかなかね、まあ、我々も分かんないんですけども、例えばさっき君の名はってやりましたね。君の名はどっちと思いました？ラストウィンプスの方かと思ったあなたは人のことが分かってませんね。全然前提じゃないんですよ。そんな人のさんにリクエストしないでください。はい、こういうふうにですね、映画から流行歌がいっぱい生まれましたけれどもですね、実は戦後ヒット歌謡の第1号となる曲も映画音楽だったんですね。こちらは映画の方があまり評価されておりませんけれども、映画からヒットしたのが戦後ヒット曲の第1号でございます。昭和20年8月に終戦、そしてもう10月ぐらいから実は日本映画はもうね始まっておりまして、その昭和20年の暮れのうちに松竹で「そよ風」という映画が取り上げました。で、映画の方までなかなかね、あんまり今見るチャンスがないんですけども、これからヒットした曲がですね、並木道子さんが歌った「リンゴの歌」なんですね。これは映画のということはあまり知られておりませんけども、それではですね、この日本映画の音楽の原点ともなった「リンゴの歌」ですね、コンピューターの千代さんに歌っていただきたいと思います。それでは。
まあ、ちんどんの音楽で振り返るというのもね、面白いものではないでしょうか、ね、いろんな曲がございました、ね、いろんな映画が読み上げてきたことかと思います、ね、それではもしも、ね、見たことがない若い世代の方もいらっしゃいましたら、大体今は、ね、DV 屋さんに行ったりあのネットで注文するとですね、大体手に入りますからですね、興味がある方はですね、見ていただければ幸いでございます、それではですね、もう一度、明日本線に行く渋谷さんから紹介していきたいと思います。はい、明日ね、本線あ、じゃあ紹介してから行きます。はい、長崎川内屋さん。はい、そして福岡水間本場さん。そして福岡そして、今回は惜しくも本線に行けませんでしたけれども、福岡コンペイトそして大分大丸ラッパ社アンコールがかかっておりますが、まだ少し時間があるんですね。皆さんで、私がこうやってつないでる間にですね、何か話し合って曲を決めていただければありがたいと思います。まあ、大体の今の曲ですから、映画音楽に喜んでたという年代ですからね、それなりの夏メロンをなるほどですね。はい、頑張りました。じゃあ、私も九州からやってきておりますので、九州民謡クローズアップしよう。じゃあ、ビーダーボンボンナオさんに踊っていただきたいと思います。はい、
の疲れも見せずに本当に素敵なステージをありがとうございました。今一度盛大な拍手をお送りください。本当にありがとうございました。